は、ちえです。久々の動画更新になりましたが、皆さんお元気でしたでしょうか。ちょっと寒くなってきましたので、私も首ぎっくりやったんですけども、体を痛みやすい季節になってますので、冷やさないようにしていただければと思います。そして、お茶会を今年最後のお茶会ですね、やりますので、そのことについてお話をさせていただければと思います。はい、ここにあるように1年の厄払いということで、はい、やっていきたいと思います。皆様はどんな1年でしたでしょうか。まあ、ちょっと気早いんですけどね。私はやっぱり相変わらず激動の年になったと思うんですけども、いいこともあと嫌なこともありました。はい、でそんな中で、その1年のね、もやもやすることはちょっとぶっ飛ばしてしまおうということで、はい、12月22日ですね。はい、その日のまあお昼前からちょっと集まって、秋葉原の、ショップでですね、銃を撃てるところがありますので、そこでガンガンぶっぱなしまして、厄払いとストレス解消できたらいいなと思ってます。はい、日曜日のまあ早めの時間なので、お店もそこそこ空いてるかと思います。はい、結構ちょっとおすすめのイベントにはなってきますね。正直人が集まらなくても自分一人でも行きたいと思ってたイベントなんですけども、やっぱり誰かと一緒に行けたら、なんかその楽しさも共有できるかなっていうことがありますので、いつものお茶会だと、まあ、目的はちょっとみんなで上がっていけたら、メンタル上げてきたらいいなみたいなことなんですけども、今回はなんかもうそんなのぶっ飛ばして、はい、なんていうんですかね、嫌なことをストレス解消をみんなでして、1年の厄払いをして、で来年またいい1年を迎えられるように、ちょっとなんていうんですかね、自分の心の中での準備っていうのができたらいいなと思ってます。はい、まあみんなで、人数によりますが、少しちょっと銃ぶっぱなしてストレス解消した後は、近くのファミレスで、お昼ご飯を食べながらまたおしゃべりして、そうですね、そこの中ではまあその1年、2013年、自分がどんな成長できたかとか、2014年はどんな年にしたいかっていうのをお話しできればと思います。はい、やっぱりそういうのを意識するだけで、こう目標とか向かう先がなくて進むよりも、ここに道を進みますって、こう自分で意識をするだけで、進むスピードっていうのはだいぶ変わりますので、その辺を一緒にやっていけたらいいなと思っています。はい、今までのお茶会はまあ途中参加 OK とかっていう風にお話をしてたんですけども、今回はまあ最初に銃撃ってっていうところがあるので、ぜひちょっとそれに集まってもらえれば嬉しいなと思っています。はい、まあいろいろ年末なので忙しくて、皆さん予定もあるかと思うんですけども、まあ、ちょっとなんかこうちょっと時間を合わせて、ぜひぜひ一緒に行けたらいいなと思う、私的にめっちゃ楽しみなイベントとなっておりますので、はい、ぜひぜひ一緒に行きましょうということで、そうですね、ストレスは何かとたまるもんなんですけれども、まあ、そういう解消方法もあるよということで、やっていければと思います。はい、ということで、ご連絡は参加フォームからお待ちしておりますので、はい、またね、ちょっ と私自身の家族高校フットケアマニュアルがだいぶいい感じに出来上がっておりますので、ちょっと楽しみだなということで、今度デモンストレーションをやるんですけども、その辺もまたお話しさせていただければいいなと思っています。では、そういうことで、来年をいい1年にするために皆さんで集まればと思います。ではでは。